はい、私の最大の欠点として、失言してしまう。そして失言が怖いから黙ってしまう。これね、黙ってると変なやつだと思われてしまうんで、で無理して話そうとするとまた失言をしてしまうと。このですね、負のスパイラル、これが私の最大の欠点だと思います。これね、原因としては、考えられるのは、私、3人兄弟の末っ子で、結構年が離れた末っ子なんですね。で、家族の中では常にですね、兄とか母とか父のですね、顔色を伺いながら、子供この頃を過ごしてたんですね。で、面白いことを言わなきゃいけないとかですね、変わったことを言わなきゃいけないとかね、注目されたいとかですね、そういうところとかですね、過剰になってですね、この変なことを言ってしまう。失言、黙る。黙ってると変だと思われるから、また話そうとすると失言するというとですね、この負のスパイラルがですね、できたんじゃないかなというふうに、思っています。そして先日ですね、半年ぶりにちょっとある女性とお会いしたんですね。で、その女性は、イケメンのご主人が、いらっしゃって、非常に仲が、よろしいんですけれども。で、その女性がですね、ブルーのですね、マタニティドレスを着てらっしゃって、ふっとですね、お腹を見るとですね、ぽっこりとですね、出てらっしゃったんですね。で、太ってる人のお腹と、妊婦の人のお腹って違うじゃないですか。で、私ね、明らかに妊婦の人のお腹だと思って、これおめでたいことだから言わなきゃいけないなと思って、そういう心がですね、発動してですね、私がですね、おめでたですかって聞いたんですよ。そしたらその女性が、違いますって言ったんですね。その途端、私がちびまる子ちゃんみたいに、さーって5本ぐらい線がですね、顔に走りましてですね、はぁ、みたいな、心から腰から崩れるというか、心からはぁって崩れる、スローモーションのように崩れるような感じになったんですけれども。で、救いだったのが、その女性が、はははって笑ってくれたんですよね。それでですね、その場がね、ちょっとね、和んだっていうのがありまして、そうですね、私のこの負のスパイラル、そうですね、失言してしまう、黙ってしまう、黙ってると変だから、喋るとまた失言すると、これはですね、ちょっとそういったこともありますけれども、思ったことを話すということで、この負のスパイラルを止めていければなというふうに思っております。以上でございます。